中国 WHO に調査要求でオーストラリアに圧力、大麦に制裁関税。本日中国政府がオーストラリア産の大麦に対し制裁関税を適用すると発表いたしました。こちら、現在オーストラリア政府は COVID-19 の問題において発生源を調査するべきだと要求しており、すでに 中国はオーストラリア産の牛肉の一部について輸入を禁止しておりますけども、本日新たにオーストラリア産の大麦に対しても制裁関税を課し、オーストラリアに対する圧力をさらに強化してしまいました。こういった中国による圧力、 ぜひともオーストラリアには今後も屈せずにですね徹底的に対抗していただき、まあ、こういった中国政府が引き起こしている問題については例えばオーストラリア国内の中国共産党の資産を没収するなどの対抗措置も取ることが可能だと思われますのでオーストラリア政府には ありとあらゆる手段で中国政府に中国共産党に対抗し続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。